今回なんですけど、ババさん、はい、コメント欄で来てた内容のお答えシリーズ、イエーイということで、結構コメント欄最近あの皆さんありがたいことにリクエストだったりとか、こういうことを教えてほしいとか結構来るんですよ。今回はそれをもうプロの声で答えてもらおうと、はい、ということで、もうまとめて一気に回答しようと、一本の動画でよし、はい、っていうことでございます。はい、なのでいいですか。よろしくお願いします。で、結構ですね、皆さん悩んでるんですよ、うん、見ますコメント、全部見てます。全部見てます、はい、みんなそう言うんですよ。なのでそのコメントで悩んでることを今日教えてください。はい、やっていきましょう。はい、お願いします。よろしくお願いします。1個目、前出てもまたロブ来るっしょ、その後パッシング抜かれるわらみたいな感じで、はい、なるほど。ロブ合戦が来てロブカットして前出たらまたロブで抜かれるから出ても意味ないでしょみたいな、あ、言っちゃってくださいよ。はい、まずはコメントありがとうございます。ありがとうございます。まあ、ロブ来るっしょっていうのは、まあ、確かに間違いではないですね。ロブが来ることも結構ありますから。ただ前に行く段階でカットするべきボールなのかしないべきボールなのかっていう判断が大事ですよね。だってカット難しいのに行っちゃったらそれパッシング抜かれますし、ロブもいいロブ打たれちゃいます。打つボールの判断と自分が打つコースさえしっかりできていれば前に出るのも全く怖くないです。そんなロブクルッシュとか言って恐れてたらもういつまでじゃあ経ってもベースラインでプレーしてろという話なんですよ。なんかロブでなんか嫌な思い出あるはい勇気を持って前に出なさい。間違いない。はい、じゃあちょっとやってもらってもいいですか。実際はい、お願いします。よろしくお願いします。はい、やっていきましょう。はい、ロブ来たらまずこれゆっくり返す。カットのチャンス来た、コースしっかり、そうすると次決めやすいです。上がってきても大丈夫。カットボレーをワイド見えたんですけど、ワイドはやっぱりちゃんとしたボール打たないと相手の打てるコースが広がるっていうリスクもあるので、できれば皆さんはちょっとあんまりこのカットボレーにバンって威力出す自信ないなと思ったら、ちょっとダブルスコートの中でも半分、内側半分狙ってあげると相手がその次の球で角度とかつけにくくなるので、そこは意識してあげると、次に上がってきたとしてもパッシング来たとしても自分たちの有利なショットになりやすいんじゃないかなと思います。ワイドしっかりしたボール打たないとリスクあるので、センター気味に持っていってあげるのもありです。返ってきたらワイド、その後センター、半面の中で使い分けてあげるのもとっても有効です。じゃあ2つめ。はい、さすがうまいっす。あ、それは僕に間違えました。2つ目ババさんかっこいいです。ありがとうございます。そんな細い女性でどうやったらそうやってパワーを出せるんですかっていう質問だったんでしょう。コメントありがとうございます。まあ、細くてもパワー出すポイントとしてはやっぱりこの下半身の力の使い方と、あと体幹の使い方ですね。多分以前出したそのフォアハンド、一番最初に出演させていただいた動画でも結構お伝えしたんですけど、ここを電電太鼓みたいな感じでコンパクトにスイングをすることで効率よくボールにパワー伝えることができるので、体の回転とコンパクトなスイングを意識することによってうまくいいボールを打つことができます。細い方、まあ、女性の方で体小さい方とか、結構私小さいんでテイクバックとか大きくしないとボール飛ばないんですって結構いるんですけど、うん、そんなことはないよと。ないコンパクトに使う。はい、ちょっとフォアハンド何回か球出しで押してもらってもいいですか。はい、じゃあちょっとお願いします。下半身の力しっかり使うってお伝えしたんですけど、この軸足、右利きのフォアハンドの方だったら右足にしっかりとパワーを貯める。ここにためがないままだとやっぱり手打ちになってしまうので、いくらスイング頑張ったところでパワーが出ないです。なんでしっかりとためを作る。ここがぐーっとためすぎなくても大丈夫です。軽くここのパワーをポンって、前の動画でもちょっとお伝えしたんですけど、このパンチするみたいな感じでパッと短い時間でためることがポイントです。で、2つ目のポイントは体幹をしっかり力入れてコンパクトにスイングしてあげる。ここどうしてもパワー出したいなとかいいボール打ちたいなって方、グッて大きな長い時間でパワーを出そうとしてしまう方とっても多いです。インパクトって一瞬なので、ここに向かってパンってしっかりと短い時間で自分のパワーを一気に伝えてあげるのがコツです。右足に打つ前パッと
ージを貯める、はい、貯めて、ここが長すぎるとこうラケットが遅れて出てきちゃったり、あ、確かに意外と長く貯めたからといってパワーが出るわけではないんですね、うん、なのでしっかりとパッ一瞬だけパッ、いつものババサリだ、はい、パッよいしょ。でスイングのことなんですけど、体幹をしっかり使ってスイングがぶれないように、体幹が不安定だと前に倒れてしまったりとか横に倒れてしまったりして、ボールにうまく力が伝わらないので、いつもまっすぐ、体まっすぐ、前に体重乗せるときはちょっと前傾でも大丈夫です。まっすぐ、ラスト、おー、さすがです、ありがとうございます。3つ目、はい、彼氏はいますか。それは星の数ほどいますよね。僕が見ただけで80人ぐらいいますもん。なんで嘘言わないでください。彼氏は今1000。どうでもよかったので次、はいはい、3つ目の質問で、ね、3つ目の質問ですね。3つ目の質問がですね、はい、インパクトの良さが異次元っていう。確かにプロの人って全然フレームショットしないじゃないですか。確かに。で、なんかそれなんかポイントあるのか僕もちょっと知りたいですね。コメントありがとうございます。ポイントは2つあるかなと思います。1つ目は本当シンプルなことなんですけど、やっぱちゃんとボールを見てますね。どうしても皆さん自分が打った先にボールの目線が行きがちで、こう、あー入ったかなみたいな感じになってると思うんですけど、プロはしっかり打ち終わってから次の構え、そこがもうパカッと切り替えが早い。なんかいいこと、あとはその打点に対するこのフットワークの微調整が繊細。大股で動いてるように見えますけど、もうぴったりしっかりと打点に入れるので、やっぱプロは何回も何回も重ねて練習してるので、そこの微調整の仕方が本当にうまいです。皆さんもやっぱ最初は細かいフットワークを使ったりとか、こうサイドステップ使ったりとかして、そのしっかりと自分がベストな打点に入るっていうのができると思いますので、ここをちょっとお伝えしたいと思います。はい、行きましょうか。はい。お願いします。お願いします。さっきちょっとお伝えしたんですけど、打点に対する距離の合わせ方がやっぱみんなうまいってことをお伝えしたんですけど、一般のプレイヤーの方々って、まあ、大雑把というか、最後の一歩でバンって踏み出しちゃったりとか、ここ適当に行っちゃったりすること多いと思うんですけど、プロは大股で行ってるように見えても、ここを半歩出すのか大きく一歩出すのかとか微調整してるんですね。じゃあまずは皆さんがやりがちな大雑把パターン、バッ、大体の歩幅で決めちゃって、こういう風に行って、あんまりパワーが伝わないとか、インパクトがなんかいまいちだなって時あるんですけど、それってやっぱ今みたいに大きく一歩踏み出したりとか、まあ、近いからあんま動かなくてもいいやってなって、スイートスポット外してることとっても多いです。それをしっかりと細かく合わせてあげる。ここまで細かいステップ使わなくても大丈夫なんですけど、最初は調整してあげて、あ、自分のベストな打点ってここなんだっていうのを見つけてあげると、その後は大体でも、あ、ここだなって分かったら合わせてあげることができます。まず後ろ入って半歩入るとか、前だったら一歩入るようにして細かく合わせてあげてください。ラリーって相手の球浅かったりとか深かったりあるじゃないですか。それをちゃんと前に入ってあげること、深かったら後ろに入ってあげることしないと、打つ位置同じだったら絶対ズレって生じちゃうので、しっかりと合わせて自分が打ちやすいところ、しっかりと合わせて自分が打ちやすいところに入ってあげることが大事です。午後行こうと思ったんですけど、次は次の最後の質問、4つ目、はい、25年やってます、で、肩より高い打点の力入りませんと。でこれ多分動画を見て、あのこれで解決しましたってことだと思うんですけど、結構多かったんで、肩より高い打点がどうしても力が入らない。まずコメントありがとうございます。私の感覚的には無理に肩よりも高いその力の入らないところでは打たないようにしてます、あ、なんかちょっと高すぎて打ちにくいなって思ったら落としちゃいますね、力が入るところに。じゃないと結果だってそれ で自分のボールが威力がなくなって相手に打ち込まれたら意味ないですし、それだったら落としてでもしっかりとしたボールを打とうっていう選択もありなんじゃないかと思います。
肩の高さを知ってるとと思ったら、まずテイクバックの位置を高くしたんで、皆さん高いところですね、いつもと同じテイクバックだとこうやって高いところに乗ってて、その時に重心も一緒に上がっちゃう方がすごく多いです。なので上からちょっと高いところ、もしくは同じ高さから高めにまずセットしてあげて、そこからまっすぐ振る、もしくはちょっと上から下に振るみたいな感じでやってあげると、本当に収まりがよくなりますし、力も入りやすいかなと思います。基本的にはじゃあ打ちにくいところは打てる場所でいうのが大事ですね。はい、大事です。じゃあこれもやってみますか。これもやってみますか。はい、お願いします。お願いします。ふわっと浮いたボールが来ても肩ぐらいの高さまで落としてあげる。肩ぐらいの高さまで待って打ってあげる。これも肩ぐらいの高さまで待つ。これは下がって肩の高さ、あ難しいって思ったらちょっと落として下から打っても OK。 いつもの位置で準備しちゃうと低い位置から高いとこ打つときにもう一回持ち上げなきゃいけないんで、威力ある球打つことできません。ここで準備しちゃうと上に浮いてしまいます。高い位置からセットしてまっすぐ振る。高い位置からセットしてまっすぐ振る。基本のテイクバックの位置をまず高くして待ってあげましょう。基本のテイクバックの位置、皆さんも気をつけてやってみてください。お疲れ様でした。ありがとうございました。いや、今日はちょっと面白い質問もありながら回答していただいたんですけど、はい、難しいやり方でやってるっていうよりは難しいことをシンプルにしてやっぱ安定してるっていうのが福田選手なのかなって感じたんですけど、どうですか。いや、私も本当にそう思います。ああ、ありがとうございます。あの、最近秋山プロとかとも一緒にイベントさせていただきますけど、はい、秋山プロがイベントの中でしてたアドバイスでも、こうリスクを2つ背負うなみたいな、うん、無理に2つのこと同時に難しいことしようとしないとか、うん、こう引き算していくのがすごい意外と大事なポイントかなと思います。シンプルババサリで。シンプルババサリします。よろしくお願いいたします。この動画があのちょっと好評だったりあのしたら、今後やっぱりコメントを取り上げてあのプロの選手に聞いていったりとか、他の秋山プロでも僕でも大丈夫ですし、そういう風に回答していこうと思いますので、ぜひまたコメントをお待ちしております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では今回の動画は以上になります。私の YouTube チャンネルではこのようにテニスを上達するための方法だったりとか、最大限楽しむコツを配信しておりますので、ぜひチャンネル登録と高評価お願いいたします。プライベートレッスンの詳細は概要欄に載っておりますので、そちらもチェックお願いいたします。ではありがとうございました。ありがとうございました。上達するならテニスコット。日本全国どこでもコーチを派遣。詳しくは概要欄をご覧ください。